皆さん、ぼちょ、エラちゃんのよろしす、太郎です。あ、じゃあ太郎です。釣られちゃった。紳士風。フェルスタッペンはチームに不満、しかし離脱は否定。俺やめないよ。まあ、遠赤ガタガタ問題で、まあ、なかなか、戦闘力が上がってこないレッドブルさんですけども、なんとシミュレーターからなんか問題あるよってこうチームに、指摘を、ね、フェルスタッペン選手が指摘をしていたにもかかわらず、チームがそれをスルーしていたみたいな話が今ここに来て出てきてるんですけども、そんなことってあるんですか？フェルスタッペンが言ってるんですよ。これおかしいんじゃない？この車、ここは、あそこはって。知りますか？またなんか釣られてないですか？大丈夫ですか？過去2年間にわたりシミュレーターで、なんかおかしいよってチームに僕はずっと言ってたんだけど、チームがそれを受け入れてくれなかったと。釣られましたかね？釣られてるんじゃないですか？釣られてる。マックスがっていうのはどこにも書いてないですよ。少なくともマックスが言ってるというのは言ってないですね。マルコおじいちゃんが言ってますけどね。マルコおじいちゃんが、だからマックスを代弁して言ってるんじゃなくて、マルコおじいちゃんが言ってる。でも誰か情報ソースがあるから言ってるんだよね。おじいちゃん乗ってないでしょ、シミュレーター。おじいちゃんが乗せたらだいぶ遅いと思うんですけどね。おかしいんじゃな。一応元 F1 ドライバーですけどね、おじいちゃんも、シミュレーターのその結果が、まあ、実装と合致してないっていうのはもちろんあって、特に遠赤乗り越えの部分の、挙動っていうのが、まあ、合致してない、まあ、これは別にもう当たり前というか、ね、今回のその問題についてはそうなんでしょうけど、それはだからマックスがこう言ったのにこうだっていうでは言ってないですよね。その結果レッドブルはマックス・フェルスタッペンの写真に関するフィードバックにより耳を傾ける必要があるっていうのは、感想、字の文ですけど。だからガテさんが言ってるっていうことじゃないですか。そういうことね、そういうことね。だからこのタイトルのシミュレーターエラーの指摘を無視っていうのも、ガテさんの感想ですよ。そういうことね。ガテさんが言ってるだけと。はいはいはい。おじいちゃんのコメントを都合よく解釈してるってことかな。そうですね。レッドブルが無視かとガテさんっていう言い方じゃないですか。そういうことね。おじいちゃんが言ってるのは、だからまあシミュレーターは一致してないよ。シミュレーターと実装データが、ちょっとどうも差異があるようだね。って言ったところを、だいぶ拡大解釈してる。だいぶしました。かなり難易度の高い拡大解釈をしてますね。そういうことなのね。じゃあ当然その、別にこれフェルスタッペンに限ったことじゃなくてシミュレータードライバーも含めて、なんかおかしいよね、合ってないよねっていう話は出てたってことだよね。合ってるか合ってないかは正直わからないし、そのシミュレーター上では全く問題なくて完璧なセットアップが仕上がっていたけど、実装したら遠赤が全然ダメ、跳ねるっていうのはあるのかもしれないですけど、でもまあ正直それはもちろん金曜日の走行した後そのデータも含めてシミュレーターかけてもう一回やり直したわけじゃないですか。で土曜日これでなんとか良くなっただろうと思ってもやっぱりダメっていうのは、まあ正直シミュレーターももちろんあの現実との差はあるんでしょうけど、これ多分去年のシンガポールじゃなくてなんかもっと前から言ってた気がするんですけど、その遠赤の挙動がシミュレーターの挙動が、まあ、正確じゃないみたいなのは、ただそれがその正確かどうかっていうのとはまた別で、車自体がやっぱりその足回り固め、だから跳ねるっていうのは基本遠赤だけじゃなくてバンプの方もそうなので、だからそこは結局足回りが硬いから跳ねます、跳ねるから車が挙動が安定しません、だから跳ねないようなところを走るしかないみたいな、要するに遠赤をなるべく使わないように走るみたいなところの妥協を強いられてるんだけど、そういう車だからこそ例えば高速コーナーでは速いとか
ストレートでは速いっていうのがあるので、そこの何て言うんですかね、バランスというか、うん、それがじゃあ今回モナコだから足回りバンプとか遠赤乗り越えに対応できるように柔らかくしますっていうのができればいいんだけど、うん、もう今の話だと根本的にそれはもうできないこの車に関しては、うん、でこの車だけじゃなくて去年の車もそうだし、うん、一昨年の車もそうだった、うん、ただまあ去年一昨年はまだ、ね、車自体が速かったんで、うん、他のチームと差が大きかったんで、うん、RB19 がちょっと遅くても、うん、まあ、他の人たちは追いつかなかったっていうだけで、まあ、シンガポールで追いつかれちゃいましたけど、はいはいはい、だって去年だってシンガポールでは負けたけどモナコでは負けてないですからね。ああ確かに、うん、だからまあ別にそのなんですかね、ずっとこの問題自体はある、うん、それはシミュレーターももちろん多少あるんでしょうけど、うん、それよりもそもそも車の方向性というかコンセプトとしてそうなってるっていうところなんじゃないかっていう、でもそれはレッドブル自身も分かってないんだから我々が外から見てどうこう分かるわけないんですよ。そんな足回りが柔らかいか硬いかなんて正直外から見て分かんないですよそんなの。あ、まあ、でも基本的に今硬いわけだから、 そこの硬い硬い中の柔らかい硬いって言われても余計分からんってことね。そうですね、単純にこのね、うん、足がこう動くの硬い柔らかいだけじゃないですからね。はい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 、まあ、それこそシンガポールの時はそのサードダンパーの、ね、硬さを変えたりとかっていうのがうまくいかなかったって思いましたし、前に比べればサスペンション周りシンプルにな、今の規定ではシンプルになってるとは言ってもやっぱりいろんなことやってるから F1 はすごいわけで、まあそれが全サーキットに合うかっていうとやっぱりね、じゃあ例えばモナコとシンガポールはゲロ遅いです、その代わり他のサーキット超速いですだったらそっち取った方が所詮24分の2じゃんっていう話なんで、モナコとシンガポールでも速い車にするために他のサーキット、ね、22戦のサーキットの速さを犠牲にしたらアホじゃないですか。だから別にモナコとシンガポールは正直勝てなくてもいいって思ってるんじゃないですか、レッドブルは。負担なんかすればね、もちろんそれでも勝とうと思うし、なるべく速くしようとは思ってるけど、まあ、できることには限りがある、他のサーキットに比べるとここまでしかよくはできないよっていうリミテーションあってのレースっていうのは多分最初から分かってたと思いますよ。まあシミュレーターが合致してないのはしてないんだろうけど、まあそれ以外の部分もやっぱり合致してないねっていうのが分かったとしても対応はできないわけじゃないですか。もうだって金曜日走っちゃえばシミュレーター云々関係ないじゃないですか。実際に走って走ったデータがあって、でもこれ以上はここには対応できないねなわけだから、だからまあそこはシミュレーターが違ってたは金曜日までの話で、その先の土曜日に向けてのところは、ね、実装してもやっぱりダメっていうところなんで、ストリート系が苦手ってこと、まあ、そうとは言い切れないですよね、うん、アゼルバイジャンとかは普通に速いですし。ああそういうことなのね、まあ、もちろんあの市街地サーキットって言っても別に、うん、完璧な行動を使ってるサーキット最近ほとんどないから、バクーとかなんてそれこそレースやるとき全部舗装しちゃいますから一般の道とは全然違いますから、バクーの一般の道なんかもうツルツルですよ、全然レースなんかできないけど、サーキットにしてる部分だけはもうバシッてサーキット舗装敷いちゃってるから、だからグリップはそれなりにあるだろうし、まあグリップ云々っていうよりはそのねフラット、うん、まさにそのグレード1取るため の凸凹がないよっていう舗装にしっかりなってるけど、うん、まあシンガポールはやっぱ多少はある程度サーキット舗装っぽくしてるとこは結構あるけど、うん、まあ、そうじゃないとこも結構あるし、うん、まあ、モナコもサーキット舗装みたいにしてるけど、うん、ほぼしてるんですけど、でも普段使ってるから行動としてどうしても凸凹はしちゃうし、うん、まあ、特に遠赤使って曲がんなきゃいけないぐらい、まあ、狭くてタイトなコーナーが多いから、うんうんうん、多分凸凹があってもそこまでタイトじゃなければ、例えばラスベガスみたいな感じだと、うん、ビャーンって曲がっていけば多分いいんで、速度域的には大丈夫だと思うんですけど、まあ、シンガポールとモナコぐらいですかね、そこまでツイスティーなところは。ああ、そんな感じなのね。うん、遠赤だけだったらね、それこそモンザとかもバンバン使うし、うん、あとどこ、まあ、カナダももちろん使うんですけど、うん、まあ、ハンガリーとかも意外とね使ったりしますしね。だから逆に、まあ、ストリートじゃなくても苦手な遠赤はあるよってことね。いや多分なんか苦手じゃないんですよ。あ、苦手じゃないんだ、うん、別にだから遠赤が全て苦手というわけじゃないんだと思うんですよね。あ、そういうことは、ね、じゃあ、何が組み合わせると苦手なの、それが分かったらレッドブルーも速くなってる、まあ、それが分からんって話なのね、うん、多分でも低速域でなおかつある程度こう遠赤使ってぐるっと曲がっていくというか、うん、
タイトなところは厳しいんだったな。別に中高速域とか、うん、中速域例えば150キロとか200キロぐらいで遠赤使ってとかだったら多分あんまり関係ないんじゃないかなと、まあ、あんまりその速度域で遠赤使わないでしょうけど、基本的にはまあ大した問題じゃないってことだ。ほとんどのサーキットにおいてはね、ほとんどのサーキットにおいてはね、特定のサーキットにおいては厳しいけど、うん、それはまあ速さを取るための代償であってっていうところなんじゃないかなと思いますけど、もちろんそれもなるべくそれを小さくしようとはチームとしては努力していると、うん、ただそれはシミュレーターがいいとか悪いとかだけの問題じゃないんじゃないですかねっていう話じゃないですか。あ、なるほどね。ましてあれ、うん、マックスが文句言ってたのにそうに従ってないからだとかっていうのは、うん、ちょっと頭悪いですよね。あ、なるほどなるほど、うん、そういう感じなんですね、うん、まあ今年は特に昨年一昨年よりも周りのチームとの差が縮まってるから、やっぱり余計にそういう苦手なところが目についちゃってるっていうことなのかな、うん、ではまあこの先もちょっと心配なのがシンガポールぐらいで、まあカナダもそうかもしれないですけど、うんうん、まあタッペン選手もだから別に簡単にひょひょいっと治るような話でもないから、うんうん、来年に向けて、うん、原因しっかり究明してやっていけばいいんじゃないのとはおっしゃってるようですけどね、うん、簡単には治らないんだね、やっぱり複雑な、まあ、ここが悪くここ直そうと思ってもここだけの話じゃないってことでしょ。そうして、うん、モナコとシンガポールでは早いけど、うん、他のサーキットでは遅い、遅くなっちゃうっていう可能性があるってことだよね、という感じでよろしいですか、はいはい、ということでフェルスタッペンがチームに不満を抱いてるんじゃないかという話はどうやら太郎がまた引っかかっちまったということで、お前また引っかかったのかよこの野郎と思った方、いいねまたチャンネル登録 F1 ライフ、はい、T シャツは概要欄公式ストアから、そしてじゃじゃーん大人気 F1 ライフクッションは 3色、はい、3色展開で、F1 ライフすずりストアでお求めいただけます。ありがとうございました。じゃじゃーんって久しぶりに聞いた。